令和元年11月10日三重四日市ドームにて2019全国大学アメリカンフットボール選手権大会甲子園ボールトーナメント1回戦東海代表中京大学対中四国代表広島大学の一戦が行います。試合開始11時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側になりますホワイトのユニフォームが広島大学中四国代表です。奥側メインスタンド側カラーのユニフォームレッドのユニフォームが中京大学です。東海代表になります。広島大学キックオフ中京大学リターンで試合が始まります。広島大リターン、リターナー24番ナイスリターン、サンドリターナー24番サンドをキャッチし左オープンを突破、相手陣40ヤード付近で攻撃権獲得です。ここでボールをファンブル、スロットバック13番ハンドオフを受け右オープンになりましたがファンブルし、このボールを抑えたら中京大したがって攻守交代ターンオーバークォーターバック1番左オープンへのランプレーファーストダウン獲得。プレーナンバー1の25中京大学サーダン2ゴール残り10ヤード。タッチャークォーターバック1番右に流れながらワイドレシーバー15番にパス、15番エンドゾーンでキャッチしタッチャー、中京大6点獲得。中央突破キャリア21番エンドゾーン飛び込みタッチダウン、中京大6点獲得。
広島代理だ。ユアステイク18番。そのまま相手タックル振り切り、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。反則はリターンチーム広島大、背後からの正なブロック、後ろからブロックしました。したがってこのリターンタッチダウンは無効。広島大自陣30ヤード付近からの攻撃と変わります。中京大ファースター、中京大ファースター、押し込みタッチダウン。中京大学6点獲得。パス成功、タッチダウン。クォーターバック1番ロングパス、このパスを15番キャッチし、そのまま独走エンドゾーンに入りタッチダウン。中京大学6点獲得。広島大リターン、リバースプレー、リターン74番、ナイスリターン。広島大臣35ヤード付近からの攻撃となります。パントブロック、タッチダウン。広島大学11番パントをしましたが、このパントを中京大パントブロック、パントブロックしたボールをしかも抑え、そのままリターン、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。中京大6点獲得。広島大リターン18番、ナイスリターン。広島大臣40ヤード付近からの攻撃を獲得しました。パス成功、クォーターバック10番ライブフェイクターンのパス、ターゲット88番約9ヤードゲイン。33番ハンドオフから右オープンへのアウトサイドゾーン、しかしファーストダウン至っておりません。中京大学ファーストダウン、パス成功、タッチダウン。リアクションから左サイドライン際へのロングパス、ワイドレシーバー1番これをキャッチし、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。中京大学6点獲得。インターセプト、クォーターバック10番パスを通しました。しかしこのパスチップされ、それを受け取ったのは中京大学37番。中京大学ファースター。
18番プレッシャーを浴びながら右に流れつつワイドレシーバー10番へパス、10番エンドゾーンでキャッチしタッチダウン。中京大学6点獲得。パスアウト。クォーターバック10番プレーアクションからパス、ターゲット18番これをワンハンドキャッチ、相手陣44ヤードパス成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー88番へパス、ヒットを受けながら88番キャッチ。クォーターバック10番自ら地を突破、ファーストダウン獲得です。ギャンブル成功。パス不成功。広島大フリーフリッカー、インターセプト。リターンチームの反則です。背後からの不正なブロック、リターン中に後ろからブロックしました。したがって先ほどタッチダウンは無効、インターセプト、その反則をした地点から10ヤード下がっての攻撃と変わります。インターセプト。18番ロングパス、しかしこのパスを取ったのは広島大7番投手交代です。ターンオーバー、インターセプト。タッチダウン。クォーターバック10番ここでパスを投じましたが、このパスを取ったのは中京大学、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。中京大6点獲得。ナニバク33番ハンドオフから地を突破、セカンドへの方向で約5ヤードゲイン。33番ハンドオフから右オフタックルを狙うもこれも1ヤードロス。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、中京大学59点、広島大学7点、中京大学の勝利です。中京大学2回戦進出です。
クイズにやってみませんよ。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。